っていうのが今4年生、今度4年生ですね、この春から今、いや、2年生3年生です、ね、あ、当時まだ2年生、はい、去年の秋の段階で、この今年っていうか、来月から4年生、じゃあ来月から3年生、そうです、つまり今まだ2年生厳密に角度が僕が初めて横浜商科大学の試合を見たことが多分1回もない。横浜商科大学で見たことがあるのは阪神の噂のぐらい、そうですね、神奈川リーグの1個見たないですよね、あのハイチリーグが当然一番多いんですけど、いや今名城大学の長尾経済大学の中尾とか見てるんですよ、それは2部だったんです、ずっと2部だったんで1回も見たいい厳しいいい厳し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 い厳ハンドスパイもね、名前すらほとんど知らないし、2部なんですね、あの愛知2部はなぜかできるんですか、吉永吉永は、あ、21度なんですか、てかそもそもあれ左ピッチャーじゃないですか、違います、左ってことは、その時点で吉永じゃないです、背番号11、立教大学大沢です、4番大沢、それからさらに追加点になるが、これコールドとかあるんですよ、ないか、あとはベビーシのコールドありますけど、社会人のピッチャーにしては体が細いですね、足の深くお辞儀するみたいな、ちゃいますよね、その神奈川上海の去年はどうだ、あ、これは学生の時あっちにいるんですか、背中見せて、5番、確認がありまして靴掛け、番号は靴掛け、慶応義塾大学背番号24、大学で主に1番を持っています、秋は何試合が4番、一番大きい4番を持ってる山口っていうのが山口会員が、なんか、東京ガスだったか、パナソニックだったか、どっちかに入ったか、忘れちゃった。本当に忘れちゃった。覚えたんですよ。2日間でも山口ちゃんとプロの趣味あったらおかしくないぐらい。左の外野手のでもね、やっぱり佐藤拓也さんもそうですけど、あまりなんか矢田もそうですが、ジェイクスよ、それも同じくて、矢田や佐藤もね、普通足が速いからね、山口さんはそう足が速いわけないんで、外野手として行くぞ、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 行
ゲーム自体はまだないんですよ。いやここでね。この時期この時期だけで。フォアボールを。ほとんど他に聞いたことないですよ。他に聞いたことないですよ。幅差は。